軽々しく。命に触れるな。あなた方、あなた方、黒く染まっていくのか。ラジオをお聞きの皆さん、はじめまして、こちら、デデラジは、デッドマウントオク、デスプレイディオの略です。デデラジです。パーソナリティの篠山ポルカ君役榊原優希です。よろしくお願いいたします。いやー、ついに始まりましたよいや、私このなんて言うんでしょうね、このアニメ作品を背負ってのこの何です、自身がこう表に立ってと言いますか、この MC となってメインで仕切ってのラジオというのは初なので、とても何です、責任って重いんだなって今とても実感しておりますいや、なんていうか、その気分としては、なんか突然異世界にやってきて、ああなんだここ新宿っていう街なのか、なんだか不思議な場所だな、ドキドキするなという、そんな感じのテンションでございますいや、まあでもね、私このデッドマウントクデスプレイディを通しまして、テレビアニメデッドマウントデスプレイのキャラクター、ストーリー、伏線、謎などさまざまな魅力をね、バシバシと皆様と共にこう掘り下げていきたいなと思っております。ぜひぜひ一緒に盛り上がってください。よろしくお願いいたします。こちら愛称は冒頭から申し上げておりますが、デデラジでお願いいたします。ぜひぜひデデラジ、このねハッシュタグデデラジなんかでつぶやいてください。お願いいたします。ということで、そろそろ始めましょう。デッドマウントークデスプレイディオデデラジ第1回デッドマウントークデスプレイディオデデラジ。この番組はデッドマウントデスプレイ制作委員会の提供でお送りいたします。放送配信情報。テレビアニメデッドマウントデスプレイは毎週月曜24時東京 MX 他にて放送中。 D アニメストア、 U-NEXT、 アニメ放題にて地上波同時配信。その他各配信サイトにて順次配信。それでは今回の番組前半はこのコーナー、 DMDP.com。 はい、こちらはいわゆる普通オタ、普通のお便りのコーナーとなっております、パーソナリティやゲスト宛てのメール、そしてテレビアニメデッドマウントデスプレイの感想をご紹介しておしゃべりしていきたいと思います。なんと今回はすでに私、榊原優希パーソナリティ宛てのメールが届いておりますので、早速ご紹介したいと思います。ドゥドゥドゥン、ラジオネーム三輪さんからいただきました。ありがとうございます。ゆうきくん、こんばんは。こんばんは。デッドマウントオクデスプレイディオ配信開始おめでとうございます。ありがとうございます。早速ですが、私はまだ1話視聴前の世界線にいるのですが、第1話の収録の裏話やこの役、作品に携わると知った時のお気持ちなどなどをお伺いしたいです。ずっと楽しみにしていたアニメ、本当に嬉しいです。ありがとうございます。なんとまだ視聴前の世界線なんですかそれはそうですねはい、きっと1話楽しんでくださったかなと思うんですけれども、いや本当にそうですね、せっかくなんで裏話、こうどこで話すんだみたいな話がございまして、実はですね、1話、まあ、もう普通に収録し始めるのかなって思うじゃないですか。僕もまあ普通にね、収録始めるのかなと思ったら、なんか突然ちょっと収録の何時間前にここの神社に集合してください、神社に集合なんだと思ったら、そう、このデッドマウントディスプレイっていう作品ってものすごくその霊的なものを扱う作品じゃないですか。なのでその制作に携わる我々、そしてね、もう皆様にお届けするわけですから、こうきちんと浄化されたものが皆様に届くように、電波とともに届くようにですね、我々実は収録前にお祓いに行ってきたんですね。いや、そうなんですよ。そのなんて言うんでしょう、こんなお祓い
作品制作前にこんなお祓いがあるんだっていうのを私もとてもびっくりしまして、それこそね、いろんなスタッフさんだったりとか、あと一緒に来てくださったマネージャーさん、そして水瀬さんや内田さんなんかのメンバーと一緒に、こうスッてこう中に入っていって、このデッドマウントデスプレイナル作品のっていうこのお祓い、そう、あの口調でね、そう、あの口調でこのカタカナのデッドマウントディスプレイが読まれる、あの感じ、不思議な空間でこのシャンシャンってお祓いをされて、あとこの札みたいなものをもらったりとか、それからお砂糖、このお砂糖をお家とかでコーヒーとか飲み物に溶かして飲んでください、それで浄化が完了いたしますっていう風に教えていただいて、あ、そうなんですかって言って、こう1話の収録とかを終えた後に僕はこのお家に帰って、あ、頑張ったな、じゃあ溶かして飲むかって、そのいただいたねお砂糖シャバーって入れて溶かして飲んで無事浄化されましたなので、そう、なのでね、皆様のもとにはきっと綺麗になったデッドマウントディスプレイが何かね、もしかしたらそのこのね、我々制作に携わった者たちの中の誰かはこのいっぱい持ってたかもしれないんですけど、きっときっと綺麗になった状態のものが皆様のところに届いているはずですですので安心して見てください、よろしくお願いいたしますはい、ということで、皆様たくさんふつおた送ってください、よろしくお願いいたします。そして皆様、そう、先ほどね、その1話の裏話なんかもお話ししたんですけれども、いよいよアニメ1話が4月10日から放送スタートいたしました。やったぜ、イエイ、パチパチ音皆様見ていただけましたか、どうですか。やっとですよ、やっとね、ネタバレを気にしないで済む、私先日ね、このラジオの放送からはまあまあ前ですかね、アニメジャパンというイベントにも出させていただきまして、そこでこのポルカくんの紹介やなんやかんやしたんですけれども、なんて話しづらいんだともうむちゃくちゃその第1話をね、皆様見てくださっているでしょうから、このわかると思いますけれども、どんだけこの紹介しづらいんだというこうね、第1話の映像もちょっとだけ公開しちゃいますみたいな感じのところで、こうあれ、みんな出てない、みんな出てないみたいな空気だったんですけど、一応ポルカくん出てるんだよなとか思いながら、そう、私はこの何も言えないと思って、こう静かにちょこって座って空気を殺すっていうはい、そう、いろんな衝撃的なね展開もありまして、まさしく美咲ちゃんとはこのお互い腹を割ってと言いますか、いや、腹に穴を開けて首を裂いて仲良くなって、まさかのこの1話目にしてヒロインが退場そう、腹を貫かれてしまうという、なんて斬新なスタートなのかっていう、いや、これはなかなかのスタートダッシュ切れたんじゃないでしょうかどういう方向のスタートダッシュなんだはい、ぜひぜひね、これ今むちゃくちゃね、その1話について皆様からのメール私お待ちしておりますので、ぜひたくさんメール送ってください。次回のねラジオでいっぱいこのご紹介していきたいと思います。ということで、続きましてのメール、ラジオネーム新ポルカのぬいぐるみ絶対買いますさんよりいただきました、ありがとうございます。榊原さん、こんにちは。こんにちは。私は成田凌吾先生のファンで、この作品も連載開始からずっと追いかけてきました。その作品がついにアニメか、本当に嬉しくて嬉しくて、新情報が出るたびに興奮してました。アニメジャパンでのイベント、残念ながら現地には行けず配信で見させていただきましたが、キャストの皆さんが作品を、キャラクターを大切にしてくださっているのが伝わってきて、とても嬉しく感じました。榊原さんのサメネクタイとネクタイピン、可愛すぎです、ありがとうございます
そうなんですよ。いや私むちゃくちゃそのなんです、いやアニメジャパンに出る時ってどんな格好すればいいんだろうってすんごい悩んで、すんごい悩んだ結果、いや待てよ、なんかフォーマルな場な気もするし、もしかしてスーツなんじゃないだろうかって思って最初スーツ買ったんですよスーツ買って、そうしかもなんかあのオーダーのやつ買って買って、いや待てよと、何をやってるんだって、もっとカジュアルじゃないかみんなって思ったんですけど、その時もうすでにネクタイ、そうあのネクタイを買っておりまして、もうこのサメネクタイはここで使わなきゃいつ使うんだよ、ここで披露しなきゃ、初披露しなきゃどうするんだって思って、もうこれだけは使いたいって思って、それを中心になんか他の服装だったりネクタイピンなんかを組み立てまして、なので何でしょう、このサメネクタイ褒めていただけてとても嬉しいです、ありがとうございますあれね、はい、絶対気づかれないなって思いながら、絶対気づかれない確信というかもう自信があったので自分で撮ってあげるというはい、実はそんなこだわりもさせていただきました。みんなねネタバレしないようにこの自分のキャラクターの美味しいびっくりな部分がこのバレてしまわないようにっていっぱいこの配慮しながら話したアニメジャパンいや面白かったですね、はい、お互い探りながら行わせていただきました、ありがとうございます。そしてここで、デッドマンとデスプレイ原作者のお二人から僕宛のお便りが届いておりますのでご紹介いたします。まず成田良吾先生、ありがとうございます。ラジオ放送開始おめでとうございます。ありがとうございます。原作というパートを担当しております成田良吾と申します。坂手原さんの声をオーディションテープで聞いた瞬間にポルカだと電撃が走ったのはいい思い出です。アニメとラジオを経てその時の私の直感が正しかったと視聴者の皆さんに伝わるのが楽しみです。坂手原さんに決まった後に某アニメのロボットコスチュームのキャラクターを見るたびにポルカくんのね、あポルカの頭に、赤色灯が回る幻覚を見たりする日々が続いておりましたが、いよいよこちらのアニメも始まる時が来ました。原作サイドからもこのアニメとラジオ、そして坂手原さんを盛り上げていけるように頑張ります。ありがとうございますいやこれいやちょっとまずはね、私に電撃走ってくださってありがとうございます。本当にありがとうございます、大切に演じさせていただいております。原作もとても楽しみに読ませていただいております、ありがとうございます。そしてね本当にそのこともねツイッターでつぶやいていただけたり、またこのねポルカ君の頭にくるくる赤いねランプがこの回る幻覚の剣もねつぶやいてくださって本当にありがとうございますそう、それをねそれを見てからなんか自分の中でも自分の脳内でもちょっとその妄想がすごくはかどるようになってしまって、そうなんか誰も見てないからって思って、なんかその自分の家の中でこうお互いのというか、いやちょっと分かんないですけどね、なんかちょっとそれぞれの某アニメのなんかことのこのなんかのセリフと声の交換を自分でやって、いや面白いなって一人で楽しむっていう変なことをしたりもしました絶対に世の中に出ないそんなこともしましたけれども、はい、いやとてもとてもありがたいお言葉染み渡りました今後も頑張っていきたいと思います。ぜひぜひ成田先生にもアニメの方を楽しんでいただけたらと思います。よろしくお願いいたします。そして続いてはもちろんこちらの方です。ラジオ開始おめでとうございます。ありがとうございます。アニメの企画段階でポルカの声のイメージを聞かれた時にあまりこういう感じというのがパッと浮かばなかったんですが、榊原さんの声であこれだとイメージが固まった気がします。自分では肉付けできない声という最後のパーツを各声優さん方に埋めてもらっているようで楽しくアフレコを聞いていました。そんないろいろな人の手によって動き出したキャラたちをアニメというある種のお祭りのような場で、視聴者さんにも楽しんでもらえたら嬉しいです。ラジオも作業のお供に聞くのを楽しみにしています。ペンネームサメ映画を一回も見たことがない藤本、ありがとうございます
藤本慎太先生、本当にありがとうございます。サメ映画を一回も見たことがない、なんてこった、本当ですか、そんな方いるんですか。これ本当かな。いやでも多分本当ですよね。いやあのあれですよ、見た方がいいですよ。いや面白いんですよサメ映画って。なんかこうサメ映画からしか摂取できない栄養があると言いますか。いや本当に、なんか何でしょう、いや本当に何です、これがあの作品など背負ってなかったら私は多分きっとね、あの作品名をバンバン出して、あのサメ映画のおすすめをこう言っていた気がする。いやでも本当に探してみるといろんな映画があって、あのいやいやそんなのあるみたいな、もう逆に笑えてくるわみたいな映画もあれば、すごくこうなんて言うんでしょうね、サメの恐怖を淡々と描いたものもあったりして、とてもとても面白いです。奥深いですよ本当に。スタッフさんからも奥深いですよねというお声をいただいたんですけれども、本当に奥深くて、これはね視聴者の方々にもぜひあのいっぱい見ていただきたい。あそうかそうなんですよ、皆様ねまだあの第1話しか見てないという方もいらっしゃると思うので、なんでこんなサメが出てくるんだ、アニメジャパンも見たし第1話も見たけど結局このサメ何なんだって方がいっぱいいらっしゃる気がする。いやこれはね何か関わってくるのかもしれない。まあでもグッズとして出るっていう告知もしておりますので、まあそれは何かは関わってくるんだろうと皆様思ってらっしゃると思いますけれども、またねあのみんな公式ツイッターとか先生とかがみんなあのなんか知んないけどサメの絵文字つけてツイートするなっていう。何かサメが関わってくるんだろうと、いやその予想が合っているかどうか。ぜひこれから先を見てください、よろしくお願いします。これで出てこないわけないんだよな。はい、以上、普通のお便りご紹介しておしゃべりする dmdp.com のコーナーでした。パーソナリティやゲストさん宛てのメール、テレビアニメデッドマウントディスプレイの感想お待ちしております。原作情報、原作成田凌吾先生、作画藤本慎太先生による原作コミックスデッドマウントディスプレイはヤングガンガンにて好評連載中。コミックスは現在10巻まで発売中。最新11巻は通常版と豪華小冊子付きの特装版が4月25日同時発売。では今回の番組後半はこのコーナー、デッドマウントーキング。こちらは原作そしてアニメデッドマウントディスプレイに登場する役ネタ、異能、通称占いなどの用語を使ってメールを投稿していただくコーナーとなっております。はい、こちらもすでに投稿届いておりますので早速ご紹介していきたいと思います。ドドン、ラジオネーム空色竹さんよりいただきました、ありがとうございます。人から聞いた話でこれは役ネタなのではと思う話があったので投稿いたします。ありがとうございます。会社の先輩が仕事で泊まったホテルがいわゆる心霊現象が起きるので有名なところで、怖いなと思いつつも部屋に置いてあったペットボトルのお水を飲みシャワーを浴びたそうなのですが、シャワーから戻ってみるとその飲みかけのペットボトルがキャップの部分が下になるように逆さまの状態で置かれていたそうです。絶対に自分でそんな置き方はしていないし、部屋のドアもしっかりとロックをかけていたので、あまりの奇妙な光景に背筋が凍ったと言っていました。これは役ネタからのメッセージだったのでしょうか。ポルカ君どう思いますか。ありがとうございます。いやもうこれはね、いやあのポルカ君が霊とお話しして、あの何です、ここにおるんやでって言ってたよって言ってますねこれは。いやペットボトル逆さにするってでもどういう例なんですかね。そうスタッフさんもおっしゃってるんですけど、すごいお茶目ですよね。いやなんかそのいやだから多分大丈夫ですよ、その何です、あの多分もっとやったろやないかっていうタイプの例だったら、多分ねもうねシャワー浴びてる時点でもうダメじゃないですか多分。多分
シャワーを浴びてる時点でこうシャー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 ってやってて、ふーって言って、ホテルだったらあれですか、ちょっとあの洗面台とかと接続してる感じで、よし出たかって振って、もう鏡見たらもう多分その瞬間にアウトじゃないですか。じゃなくてペットボトル逆さなんで、多分これは多分ねちょっとね酔ってる。レイも多分先輩がホテルでね飲む用だったビールとかをちょっと拝借して、もうちょっと出来上がっちゃって、ウェーイオールデーみたいな、多分3人ぐらいで集まって飲んでた。そしてあのもうちょっとなんかさ、ちょっとやっちゃうぜ、これバレるかなバレるかな、いやいや大丈夫だって多分ってウェーイってやっただけだから大丈夫、きっと大丈夫。多分ね飲み会会場なんだと思う、そのホテルが。そのホテルがきっとそう、ずっとあのみんな毎年、じゃあそろそろまた飲み会あそこ行きますかみたいな、あそこやってるみたいな感じの、レイにとってのそういうスポットなんだと思います。だからきっと大丈夫だよ。いやそう、あとね、ヤクネタといえば、そうあのアニメジャパンね見てくださった方は、あの僕もヤクネタ話してたのを覚えていただけてるかな。そのアニメジャパンで、そう初めて見てくださ、今このラジオで初めて知る方もいらっしゃると思うんでお話しするんですけど、身の回りの電子機器が壊れるっていう、なんか不調になるっていう話をしたと思うんですけど、そうあのね、いろんな収録中にこのあのあれトークバック、あそうあの何ですか、いろんなこの機材をいろいろするルームから、この収録をしてるルームに声を飛ばすための何です、回線みたいなのがありまして、それがなんか不調でなんか届かないんで、ちょっと待っててくださいってなったりとか、いろいろあったんですけど、そんな中である日ね、実はこれあのさすがにアニメジャパンの会場では空気がえらいことになるかなと思って自重した役ネタがあるんですけど、ある日マネージャーさんと一緒にそのボイスサンプル撮ってたんですよ。撮って撮れたかなと思って、じゃあ一回聞きますねとかって聞き始めたら、私のセリフババ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 バって喋ってたら、突然みたいな音が入ってて、途中でペッってなって、えこれえお俺ってなって、あ今マネージャーさんが外から覗いてる、そうあの本日ね現場にいらっしゃるマネージャーさんのね撮ってくださったやつなんですけど、あれってなって、ちょっとねあの僕はそのマネージャーさんの顔を見つつ、お互いいやまあなんだろうなって言って、ちょっともう一回ちょっと巻き戻して再生してみますねって言って、巻き戻して今度再生したんですよ。そしたらなくなってたんですよ。そのなんかえーみたいな音が、えみたいになって、いやな何これはみたいになって、むちゃくちゃびっくりしたんですけど、あのお互いこれ多分なんかあんま触れたらあれだなってなって、そんなに触れないまま、うん大丈夫ですね、あの再生し直したらちゃんと撮れてましたねって言って、何事もなかったかのようにそのマネージャーさんとの収録は終了するという、本当にあの謎な、何だったんだろう。大丈夫です、あの私ちゃんとね、あの第一話収録前にお祓いに行ってますので、きっとあの多分ちょっと時間差であの浄化されて今皆さんの元には届いています、きっと大丈夫。そうお里物なので大丈夫です。ありがとうございます。皆様あのいっぱいね、役ネタ等々募集しておりますので、そう役ネタ以外もございますよ。こちらデッドマウントーキングのコーナーでは、デッドマウントディスプレイに登場する用語いろいろ使いましての投稿をお願いしております。アニメがスタートいたしましたら徐々にね使える用語増えていくと思いますので、ぜひぜひお楽しみに、そしていっぱいいっぱい現段階でも送ってください、よろしくお願いいたします。それではここで一曲お聴きください。テレビアニメデッドマウントディスプレイオープニングテーマ、ソウさんでネロ。あなた方あなた方黒く染まっていくのか、空
その遠さの見えるような目で、あなた何しに、ここへ何しに、昨日はそぎ落としたことあり、それは苦しい、なのにどうして、ここに蘇ったことなってないけどね、ルールは無視して、きっと来たることを想像してなかったね、あなた方あなた方、黒く染まっていくのかい、ありふれた幸せが周りにちょうどなかったよね、暗くなる当たりは見えなく、色の意味もなくなる世界へ、立ち上がり一寸先へ抗え、情報。テレビアニメデッドマウントデスプレイオープニングテーマ、ソウさんのメロが配信中。同じくエンディングテーマ、水瀬いのりさんのアイオライト、4月19日発売。さてデッドマウントオークデスプレイディオデデラジ第1回お別れの時間が近づいてまいりました。なんてこった番組ではリスナーの皆様からのメールお待ちしております。詳しくはメールフォームを参照してください。各コーナー宛ての投稿お待ちしております。ゲストさんは決まり次第告知いたしますので、アニメ公式ツイッターをフォローして通知をオンにしてください。お願いいたします。そう、ゲストさんですよ。ゲストさん、私がね今回は一人で行いましたけれども、ゲストさんが来てくださるはずなんですよ。いや、どなたがいらっしゃるのか楽しみですね。いや、どうなんですかね。いや、多分その私の予想はですよ、まあ声優陣はまあ確定でね、きっとね来てくださるじゃないですか。でもね、こうなんかワンちゃんこのなんかこう、ソウさんならもしかしたらゲストとして来てくださったりとかしないかな、しないかするか言ってみるだけありかな。いや、皆様からの反響がもしかしたらつながるかもしれませんねちょっとどうなるか分かりませんけれども、きっとねいろんな方々が、そう、デッドマウントディスプレイもね、いろんなこの個性豊かな登場人物たちがいっぱい出てくる作品ですので、同じようにきっとこういっぱいこの個性豊かなゲストの方々が来てくださるのではないのでしょうか。ぜひぜひね、これ次回以降どうなるのかお楽しみに。デッドマウントオークディスプレイディオデデラジは、キングアミューズメントクリエイティブ公式 YouTube チャンネルにて毎週金曜配信されます。次回第2回の配信日は4月21日金曜日になります。お忘れなきようにカレンダー機能にデデラジーとぜひぜひメモしておいてください。よろしくお願いいたします。ということで、1回目終了のお時間となりますいやー、なんというかね、なんかその肩にとても重い、いや違う、あれですよ、なんかさっき役ネタの話したんですごいあれですね、違う意味に聞こえますねなんでしょうね、この責任感もあって、決してラジオ自体は初めてではないんですけど、なんか謎の緊張がすごいありましたきっとね、またちょっと次回以降ねリラックスしていくとは思うんですけれど、いやそうですね、なんていうか、これから本当に始まるんだな、というかそもそもこのラジオが流れる時点ではすでに第1話がこの始まっていて、今この聞いている皆さんはきっと第1話を見てくださっているんだなっていうのが、なんか何でしょう、すごく不思議な感じがして、僕もすごく第1話見るのが楽しみですうわー、どうなんだろう。いや、ちょっと何です、皆様ぜひぜひ感想とかつぶやいてくださいねハッシュタグがなんかついて、公式のハッシュタグとかがついてる場合はもしかしたら榊原が見てしまうかもしれませんよ
見られたくないことはあのこっそりねお願いいたします。はい、ということで、ぜひぜひちょっとねラジオもアニメも次回以降もお楽しみによろしくお願いいたします。さて、4月17日から放送配信される第2話の見どころはズバリ第1話ラストにてヒロインが退場、これからどうなる？です。いやもうね衝撃的なラストでしたね。いやいきなりあのねあの AJ とかでもねあのいやヒロインの美咲ちゃんですなんて言ってましたけれども、まさかの第1話ラストにしてお腹を貫かれてしまう、一体これからどうなるのということで、ぜひぜひそちら注目してみてください。お願いいたします。アニメデッドマンとデスプレイ第2話お楽しみに、感想メールも送ってください。それでは今回のデデラジはここまで、お相手は篠山ボルカ君役榊原優希でした。デッドマントークデスプレイディオデデラジ、次回の配信をお楽しみに。デッドマウントークデスプレイディオデデラジ、この番組はデッドマウントディスプレイ制作委員会の提供でお送りいたしました。